大阪府では新型コロナ患者の急増による発熱外来の逼迫を避けるため先月独自のオンライン診療を始めましたオンライン診療では主に自ら行った抗原検査で陽性となった20代から40代の軽症者を対象とし医師がオンラインで陽性を確定させ薬の処方を行いますその後 府内のの薬薬局が症状に応じて薬を患者の元へ配送しますオンライン診療が始まって1か月、吉村知事は。今回構築したオンライン診療は、非常に僕は役に立つと思っています、あの申し込みだけでも11万件、11万人の方が申し込みされたわけですから、このわずか1か月の間で、発熱外来のひっ迫解消にはなったと。 おおなった可能性が高いというふうに思います。全部のえっと今日の依頼件数は五十件ぐらいあるんですけども、えっと大阪府茨木市にあるアクア薬局の薬剤師加藤信幸さん。前の日にオンライン診療で新型コロナの陽性が確定した患者の元へ薬を届けます。あこんにちはすみません。 こちらは一応、薬入ってまして中にも説明書きは今日入ってるんですけどちょっと解熱剤、まあ、体の炎症を抑えるお薬であったり、はい、喉の痛みを抑えるお薬だったり、はい、ちょっとあと胃腸系の漢方薬昨日発症して今日こんなに早くに届くんやっていうのがちょっっとすごくびっくびりしましまた。こちらの薬局ではもともと薬局に行くことが難しい高齢者などに薬を届けていました。 そのノウハウを生かし、オンライン診療で出された処方箋をもとに、新型コロナの患者にも薬を配達しています。少しでも早く患者のもとに薬を届けるため、多い日にはおよそ180件配達することもあるといいます。あの今しがたドアのポストのところにお薬を入れさせていただいたんですけども、 茨城市以外の市町村へも車を走らせてこの日50件あった配達は何とか終えることができましたただ深夜を回っても業務が終わることはありません朝からの配達に向け患者ごとに薬を一つ一つ袋に詰めていきます コロナの感染者数が増えると、えっと、オンライン診療の、えっと、数もおそらく増えていてそれに伴ってあのお薬の依頼の件数もあのすごく増えました正直だから今はもう休んででないですね大阪府は日々確認される感染者数が多いことを理由にオンライン診療の期間を今月末まで延長することを決めています。加藤さんは医療現場のの負担軽減の一助ととなればと 誰とも連絡が取りづらい、まあ、自分の症状がこれから悪化していくかもしれないという不安要素が強い中で、やっぱりきちんと安心感を与えられる、われわれが安心,、まあ、安心をしてもらえるように、まあ、お話ししていくっていうのも大事かなというふうに思ってます感染の波を繰り返す新型コロナ。 今度こそより良い形でウィズ・コロナを実現していけるかが問われています。